10年ぐらい前のこと。当時私が勤めていた介護施設に48歳の新人が入ってきた。その人、仮に A さんとするけど、結婚してから25年間、パートも含めて、全く働いたことない専業主婦だという。しかも、ここ5年くらいは、引きこもりのような生活をしていて、社会に出るのは超久しぶりとのこと。主婦出勤 OK の職場とはいえ、毛玉のついたジャージみたいな服で来た A さん。テンパりすぎて、挨拶は、噛みまくり、キョロキョロおどおど。指導係に命じられた私は、いくら人手不足だからって、こんな人雇うなよ。と、内心、施設長を恨みまくった。ところが、まずは試しにとやらせてみた食事介助を、A さんはスムーズにこなす。移動介助も車椅子移動もスイスイ。OJT いらず。というか、車椅子以上は私より上手かった。腰に負担をかけない独自のやり方で、こちらが教えてもらったくらい。排泄介助なんか、陰線も含めて、5分くらいでサクサク完了。手際がいい。よくよく話を聞いてみたら、A さん、お子さんの中の一人に障害があり、ずっと介助してた。結婚時より義両親と同居だけど、姑も夫も全く手伝ってくれず、家事と子育ては全部 A さんの役目。子供が大きくなってからは手伝ってくれたらしいけど。しかも、10年くらい前からは、義両親が病気で世話が必要になり、それも A さんが一人で頑張っていた。だから、この5年は、ろくに外に行かれていなかった。で、A さん、それ引きこもりじゃねえから。やっと義両親が逝去、施設。子供たちも自立して、一息入れようとしたら、夫に、金食い虫、と罵られ。それならと働こうとしても、就労経験がないため、全くダメ。それを夫にあざけられたので、もしかしたら経験が活かせるかもと、無資格化で募集をかけてた、うちの求人に応募したと。うちの施設は、働きながら資格を取るのをバックアップしているので、A さんもその制度を使い、仕事の合間に勉強してたけど、飲み込みが早い。もしやと思い、パソコン作業も覚えてもらったら、ワードやエクセルの本を読みながらマスター。介護ソフトも使えるようになり、毎月の面倒なレセプト業務や帳票作成を手伝ってくれるようになった。入職して半月もしたら、A さん、別人のようにキビキビ動く、よく笑う人になった。その変化が衝撃だった。というか、こんな人が環境によっては、あそこまでおどおどした暗い人になっちゃうんだな。という方が衝撃だった。その後、私は、系列の別施設に移動したので、詳しいことはわからないけど。A さんは、無事に資格を取って、今も元気に働いているはず。夫には私も腹立つ。A さんは、最近、旦那が媚び売ってくるので面倒くさい。と笑い飛ばしてたけど、